はあ、はあ、はあ、皆様おはようございます。あ、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 おはようございます。おはようございます。あ、おしゃけさん、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。はい、おはようございます。さあ、ぶっ続けだ。ぶっ続けだが。さあ、ぶっ続けだ。こんなに朝から働いたの何年ぶりだろう。すごい、8時から12時までですけど、うんうん、シルバーの先ほどの2時間はお休みさせてもらってましたけど、どうでした？あ、え、先の配信、もうなんかすごかった、うん、すごかった、眠いという感情を乗り越えて、うん、起きた、あ、目覚めた。さっきジェスチャーゲームやってたんだけど、うん、僕だけカメラつけて、うんうんうん、夜にかけるのサムネイルを表現したときに、うんうん、椅子から落ちて目が覚めました。え、おブラックアウトしたってこと？椅子から落ちた、うん、いい感じに目が、あ、それで目覚めた、覚めました。物理的に目覚ましたんだ、はい、物理的に、うん、はい、なるほどね。スタンちゃん、バッチリっす。はい、おい、ということで10時からの枠は、あれ、え、なんか嫌なことでもあったかい？おはようございます。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 元気ない？いや、眠すぎてやばいっすね。聞けでかお、確かに確かにそうなりますよね。うん、はい。いや、ということで10時からはシル、シャケ、スターでお送りします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。シル、シャケ、スターでございます。はい。はい、君ら寝たの？いや、僕はね、まあ維新電子歌枠をが終わった後にちょっと軽く寝させてもらいました。5時ぐらいまで。うん。5時ぐらいまで寝かしてもらって、で6時からホラゲやってって感じ。結構寝たね、じゃあ。6時までずっと起きてたね、俺は。うん。ああ。でねさんと同じや、うん、で寝てちょびっと、うん、さっきで起きてって言ったら、マジで寝起きの喉が痛すぎるっていう、はいはいはい、感じはやばいっすね、うん、やばいっすね、水飲め、うん、あ、水も飲んでね、みんな、うん、しかもね、もうモンスター買ってきたわ。うん、ちょっとここにいるぞって言っとかない、うん、あ、そうね、オッケー、あ、行ったわ、はい、焦げちゃったんで、次はこちらでです。うん、早いもんで、そんな7時台に起きて12時まで働くって、うん、そんなことないじゃん。うん、ない、なんかうちらもないないね、うん、なんかイベント行くのに早起きして行くはあるけど、うん、別に午前中はそんなエンジンかけないじゃん、ね、うんうんうん、行ってちょっとフーってするだけなんですけど、うんうんうん、もうあの朝8時に企画やるもんじゃねえわ、うん、朝の億劫さ半端なかった、ね、はいはいはい、いや、だから山ちゃんってすごかったんだな。いや、すごい、オハスタやろ、オハスタ、いや、すごいな、うん、ね、あれ何年も続いてなくて、いや、あの南海キャンディーズの方じゃないか、あよかったな、拾えて、うん、南海キャンディーズの方じゃないんで、なるほど、はい、すまんな、ほんとちょっと朝から南海なボケして、ほんとに南海キャンディーズだけにな、だけにな、うん、うんうん、起きてたからよかったものの、うん、この僕が朝配信やって、うんうん、まあ任せてくださいよ、いや、リベロおしゃけきます、いや、ね、もうリベロしますね、ボロ船に乗ったつもりでちょっとね、いや、泥船な、うん、いや、大船な、うん、ああシルちゃん、はい、頼むよリベロもミスをするんだよ、あ、頼り切っちゃダメ、バレーだよ今日は、あ、オッケー、今日バレーな、落としたら負けだもんな、バレーは、そう、ボール落とさなきゃなんでもいい、うん、いやいやいや、落としそうな球はでも投げんでくれよ、頼むよ、あ、大丈夫、あ、レシーバーするからちゃんと、うん、でもレシーブを拾い損ねるときがあるから、うん、ポンって、はいはい、別の方向行っちゃうときあるから、うん、そこをシルちゃんがビャーッつって、あ、ビャーッつってね、うん、あのお得意の、うん、で俺は何、バボちゃんにやればいいってこと？なんだバボちゃん、バボちゃん、それはだから、うん、公式のキャラクターなんよ、おー、ーいいね、バレーボールの、あー、バレーボールのね、うん、なるほど、ね、バボちゃん知らないの、うん、いや、キャラ名がスッと出てこんわ、あー、バボちゃんじゃん、それ本当にね、バカみたいに言うなって、バボちゃんバボちゃんのことをバカみたいに言うなってなんかこの敵に回したくないんだから、そんな公式のバレーボール協会をこの手のボケってさ、でも拾えてもよしで終わるよな、あー、まあ、よしで終わるよな、なるほどね、ちょっと今あの手でガッツポーズでしちゃった、あ、そう、私もガッツポーズしちゃったもん今、はい、うん、いいね、よしやぞ、うん、よし行くぞね、うん、よし行くぞね、名前だけどうして、俺こんな配信嫌だよ、この配信嫌だよ、こんなあと2時間もあるのなるほど、そうよ、で東京で何かあのベコちゃん、ね、なんだベコちゃん、ベコちゃんなんだっけ、うん、あ、いや、東京でベコカウダーガーでベコちゃんってね、うん、すごい、すごい無回転サーブ打つなよお前無回転サーブ打つなってだから、それ取れないんだから、それ、うん、ああ、そうか、うん、すごい寸前ですんごい落ちるんだから、で結局何なら取れるの、何なら取れるじゃん、普通にボケてうん、普通にボケてくれる、何なら取れる、いやー、やっぱでもぬいぐるみかな、うん、おー、ぬいぐるみが取れるといえば、うん、ぬいぐるみが取れるといえば、あ、うん、画面が
画面がこんなことになってるぞみんな。なんと今日はちょっとその前の、うん、俺ら台本がないと動けねえんだよ。いやいやいや、その前に喋りたいことがあったんよ、いろいろ。いいよ。24時間配信ももう、こう8枠目ですか。もうそんなか。8枠目よ。だって8枠目もう折り返ししたから、ね、そう折り返しして折り返しましたから、うん、昨日の20時から始まった、うんうん、ちなみに昨日から寝てないっていう人いますか。あの開会式から全部見てますみたいな。あやばい、いますか。でもね、意外といるよ。いるかもしれないね。意外といる、意外といる。さっきもいらっしゃったんで、だいぶ、うんうんうん、先ほどもだいぶいらっしゃったんで、うん、普段はあれなんだろうね、うん、普段から狂ってんのかな。俺と同じ生活のあれなんじゃない。それはどういうことですか。お昼に寝て、うんうん、夜生きる、うん、吸血鬼か。吸血鬼なんや、ね、日を浴びると死んじゃうんだもんね、うん、そう死ぬやつ、うん、鬼滅の世界に帰れお前は。マジで。いや、ね、俺いやいや卑怯者、卑怯者、ね、そうそう、炭治郎な、うん、雑に映画の名シーンやんないでしょ。あごめんね。丁寧にいこう、丁寧に、うん、煉獄さん負けてないとかね。淡々と言うことがやっぱ炭治郎、炭治郎だけにね、うるせえわマジで。卑怯者、炭治郎の多分炭ないね。炭治郎の炭純とかじゃない、そういう炭純とかじゃないですよ。炭治郎、炭のかまどでね、炭炊く人なんじゃなくて、炭細胞の炭じゃなくてね、炭細胞の炭じゃないですよ。卑怯者、うん、もうちょっとあの花江夏樹くんをもっと尊敬してほしいんちょっと、ね、あすごい。煉獄さんは戦ったんだぞ。うん、丸ぐりか。丸ぐりか。それはそれ失礼だろ。丸ぐりか。それは失礼だろう。それは失礼だろう。いやでも、うん、いや俺4時からも丸ぐりちゃんとね配信撮ったんだけど、うん、はいはいはい、何やってたの。雑談。雑談。ゲームするって言って30分ぐらいしかやってないでしょ。1時間20分くらいですね。ほぼ昔話の雑談とね。昔話でもね、そんくらいの方がいいよ。はいはいはい、そう、僕もね、さっきジェスチャーゲームやるっつって、うん、やるじゃん、うん、2時間やろうと思ってたの本当に、うん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 、でも朝8時じゃん、誰もエンジンかかってなくて、うん、最初1時間星占いやったから、ね。朝の目覚ましテレビやった。えやりたいな、でもそれ。あ、目覚ましテレビ、目覚ましテレビのか、目覚ましテレビやってた、うんうん、まあ、だからまあね、開会式でも申し上げてましたけどもね、うん、やはりこう、それでいいじゃん、企画は立てておきますけども、うん、前半とはまた違うことをちょっとしてっていうので、いや、あのそうそう、中身でやればいいんだから、はいはいはい、そのどっかで、うんうん、どっかでやればよくて、別に全部撮るもやるなんてね、うん、言ってない、確かに言ってない。そう、でも星占いやっちゃったんだよね、うん、でもやっちゃったんだ、そっかそっか。じゃあ、うん、じゃあなんだろう、足占いとか、足占いじゃね、なんか別のやつやるじゃん今日の、うん、足占い、何があるの、何足占いって、足占い、親戚で足占い、足占い、うん、足占いって何、爪があるでしょ、うん、爪があるんです、うん、で1枚ずつペリペリペリって、怖い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 逆に、ピンあのコイントスみたいにピンってやって表か裏かで、今日の運勢を占う、あの10枚灰でピンピンピンってやって表になった数、裏の数で占うってやつね、そう、足占い、あ、自分生きてた時代に帰れお前は。令和じゃないよ、発想が。発想が令和のものじゃないんで、うん、いいですね、うん、本当に怖い怖い怖いね、生まれた国に帰ってくるので。そう、日本じゃないね、日本ではなかなかない、日本でも令和でもない、令和でもないわ、うん、すいません、うん、本当に、うちの集落ではじゃ流行って、集落、うん、集落で、ね、そうなんですよ。なんか、まあ、足占いはじゃやめとこう、現代にはなんか似合ってないみたいな感じ、そう、ないよ、足占い聞いたことないもんだって。で、飯占いは、ね、飯占いはちょっとやりたい。うん、飯占いって何ですか、どうやるんですか、飯占い、あのね、うん、え、スマホとかあります、皆さん、ね、スマホはありますよ、はい、うん、あの緑色のね、なんか、うん、注文できるアイコンのアプリがあるんですよ、なんか緑、ああ、なんですか、なんかさ、その絶対に初期から入ってるみたいな導入の仕方するやん。、うん、初期には入ってないよ。あ、そうなんですか、これ、うん、初期には入ってないよ、うん、俺が入れた覚えないのに入ってましたよ、これ、うん、それは記憶障害ですね、ハッキングされてるんだろ、ハッキングオア記憶障害どちらかです、トゥーだけ、いや、わかんない、 LINE のことかもしれないし、あー、うん、確かに、なるほど、で、何なんですか、そのそれを押して、うん、時計を今バーってやると、うん、あの名刺が出てくる、はい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 、うん、まあ、家まで届けてくれるっていう、うん、で、それ占いの気持ちで占い、うん、飯占い、うん、クソまずかったらどうすんの、そういう声で、あ、その日の運勢は良くないって感じ、でも確かに、あのマックのポテト占いはできるかもしれない、あるー、ちょっと塩足んないとかさ、そう、あるもん、塩加減、どの塩梅のポテトが届くかどうかで占えるっていう、うん、カリカリバージョンとしなしなバージョンとみたいなね、そう、しなしなだったら最悪、うん、死んだ方がいい、え、待って待って待って、え、俺割と好きなんやけど、そう、ひよのしなしな結構好きなんだよね、
あのカツでもめっちゃ細いやつがいい、それだったら。うん、わかる。あの太い肉肉しいやつのしなしなじゃなくて、うん、細いしなひひょみたいなやつがあるとちょっと美味しい。うんうん、え、おにぎりもじゃあ、のど、あの、海苔パリパリ派じゃない人たちですか？いや、パリパリ派です。そんなことない、パリパリ派、うん、あ、パリ派？うん、あ、意外とポテトしなしな派多いんだね。いや、いるいるいる、マジでポテトは、うん、本当になんか、両極端なのがいい。くっそカリカリか、あー、くっそしなしなかみたいな、うん、うん、そう、そういう占いは飯占いね、これも。これも飯占いか。あ、いろんな飯占いがあるんですね。うん、じゃあ、ウーバー頼んでみる、今みんなでマック。いや、うちない、ウーバー、ずっとずっと言えんかった、それが言えんかった言えんかったなかった。出前館も一軒だけあったのに潰れた。君の集落のとこにはない、ね、うちの集落にはないのよ。そちらの村にはないんだね。そう、こっちの村にはないんですよ。それは仕方がない、うん、そちらの村にはないんだね、うん、飯占いは また今度にしてだから、うんうん、じゃあ、あの、うん、なんだろう、ヤンキー占いは何それ。まあ外出るじゃん、うんうん、どっかの駐車場に行くと多分ヤンキーが溜まってるんで、うん、いや待って待って待って、そのヤンキー、えいないいないいない、えいない、最近駐車場のヤンキーが見なくないか。見ないか、うん、駐車場といえばあれよ、うん、おっさんがもう喫煙してるだけよね。あ、じゃあおっさん占い、おっさん占いか、おっさん占い、喫煙所に赴いて、うん、そこにいるおっさんの配置で占う。おっさんの数と配置。いい運気はどんな感じの配置なの？いい運気は、うん、あのおじさんが東を向いてる時。もうなんか厳しいね、それも厳しいですか？風水的な、うん、あの、あ、今日は東を向いたおじさんが多いなってなると結構いい運気が巡ってくる。うん、で、うん、南とかだったら？あ、もうクソ。クソ。北は最悪。北？うん、北はね、クソ。うん、西は？西は？あ、西はもう帰った方がいい。東を向いてたらよし。うん、東しか勝たんのね。4分の1のやつなの、それ。そう。いや、その、うん、いっぱいいるじゃん、喫煙所には。まあ人数は偏りはあるけど、うんうんうん、いっぱいいた時に東にいるおじさんの割合とかで、うん、東を向いてるおじさんの割合で占う。はい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 。いっぱいいるってどこの喫煙所の話してんだ、これで。町田とか。町田なんか行ったことね。町田とかかな、うん、渋谷のあのね、うん、ああ渋谷でもいい、ハチ公の近くのあれ、うん、あったっけ、あるよ、ね、喫煙所じゃねえとこに人がいっぱいいる、タバコ吸ってる人が、うん、ああそれはよくないよね、うん、それ何占いがある、あと、へ、何占いしたいですか。あ、コンビニの店員占いは、あ、コンビニの店員占いはある。コンビニの店員占い、うん、コンビニの店員さん の, あの名前を見て運気を占う、うん、あ、それね、そう、はい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 、なんとなくご利益がありそうな名前だったら OK、 はい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 、そう、俺がやっぱ俺あれかな、うん、クルー、あ、クルーさんね、うん、うん、なんとなく嬉しいよね、なんか、そうなんだよ、うん、そう、うん、よし、まだ、あ、でももう20分話してる、20分喋ってんのこれ、ここでもう20分喋ってる、いいいいいいぞいいぞ、うん、いや考えてみ、朝10時だよ今、うん、気張る必要なんて1ミリもないよ。いや、まあ普通に朝10時に声出すことなんかないもんな、うん、なくはないけど喋らんもんな、そうだな、うん、朝練以来、朝練な、朝練、朝練、いや、もうこの時間朝練っていうよりも午前練じゃね、いや朝練でしょ、朝練ってさ、うんうん、もう6時とかさ、6時とかよ、だってあの始業前でしょ、8時、登校前みたいな、6時早すぎかな、そうそうそう、ああ君らの集落ではそんな感じだったのか、そうだよ、うん、俺の朝練はあれだね、10時半、10時半10時半遅めやね、うん、ブランチではそれも、うん、時間帯的には王様の、うん、王様の、うんうん、時間帯的にはブランチだよそれね、うん、ブランチ、谷原の、谷原の、優香の、優香の、あ、谷原と優香の変えるんじゃない人、え、何、なんで人変えてきたんや、2人にしないでちょっとね、いや、あれ2人じゃなかったっけ、2人だけど、ね、うん、そんなね、現れて2人にね、2人だったじゃん、だって、うん、俺は谷原さんの司会だと思ってるからね、うん、いや、でも優香は、優香もいたじゃん、うん、いやいやいや、いるけど、うん、うん、いるけど、ダメです、そこで出してきちゃう、めったに見ない喧嘩、優香、うん、嫌いなんか嫌いじゃないけど、聞いたことない喧嘩、谷原さん、谷原さん、谷原さんが好きなの、谷原さん、単位呼びするのね、そこね、谷原さん、谷原さん好きや、探求探偵探探偵ね、お、語呂が良い、探求探偵探探偵、そう、大事な、大事な、口当たりがすごい、うん、大事な、大事な、たくさんあります、
それは博多華丸氏。いや違うから、これも谷原さんだから。これだね、違うから。しかも博多華丸氏はモノマネ。うん、いやアタックチャンスというか。うん、あれアタックチャンス出てんの谷原さん。そうだよ。あ、そうなの。あれ谷原さんのモノマネなの。違う違うね。谷原さんになったんやと。なった。ああ、小玉さんから。そうですね。あ、小玉さんの後任が谷原さんなの。そう。あ、そうなんだ。うん、アタックチャンスってさ、うん、狙って見れたこと一回もないんだけど。ないないない、たんま見ることしかできない。巡り合えないから、色違いのポケモンぐらいは出会えないから。狙って見ないじゃん。番組がってこと、うん、番組を。番組が、あれ狙って見れないんだけど、うん、俺結構見とるんよ実は。本当は幻島ぐらいの。そうよ、全然出てこないよ。チーラの実が、チーラの実が取る。そうなのとかいるやつ。ルビサファの話はいいんですけど、ポケットモンスタールビサファイアの話はいいんですけど、狙ってみれないよ、アタクちゃん。お昼のなんか1時半だ。あ、そうそうそう、そんぐらいだよね。だからうちの両親が好きで、すごい。はい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 、はい、見てるのよずっと、うん、クイズとかなんか答えてて、うん、あ、だから、うん、谷原さんが出てたっていう。そうで、だから下降りると大体なんかやってんのよ、その時間。飯食おうと思って作りに行くとキッチンに、うん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 、仲良く揃って見てるんだけど、アタックチャンスを。アタックチャンスを。アタックチャンス。そう、クイズ番組だから。まあ、確かにクイズ番組だから。アタックチャン。うん。アタックチャン。え、ちゃんと谷原さんはアタックチャン。してやってんの？気になる。気になる。やってない。受け継いでんのかな？アタックチャンスみたいな感じ。大事な大事なアタックチャン。ってやってんの？谷原さんが。やってないと嫌いになっちゃう俺、谷原さんのこと。いやいやいや、ちょっと。でもちょっと伸びてはいないかもね。でも確かに思う。アタックチャンスぐらいじゃないの？やっぱりクレヨンしんちゃんの声優さんとかもさ、結局その前のクレヨンしんちゃんをさ、うん、結構踏襲した演技をしたりしてたわけじゃん。確かにね、しんちゃんマークから小山力也さんがやったりね。そうそう、うん、違う小五郎、それは。ああそれ毛利小五郎。ああ、はい、間違えさんとか言ってないから、しんちゃん。渋しんちゃんは小山力也さんじゃないから。ああ違う、間違ってるから。七子姉さん呼んでなかった、あの渋い声で。パニ行くパニ行くパニ行く、みんなが慌ててる。いや、やってないから。やってないのか。ちょっとすごい聞きたくなってきちゃった。小山力也さんの七子お姉さんを聞きたくなってきちゃった、うん、七子お姉さん。渋い渋い。いや、そこの尺はもう1秒もかからず言ってください。わかりました、うん、七子お姉さん。ちょい声出る。全然アテレコが合わない。全然アテレコが合わない。食べちゃうからね、困ってるって。うん、困ってるって言ってた、クレヨンしんちゃんの制作の人が。やっぱしんちゃんだったね。全然尺が悪いっつって。でも最初あれ、小林由美子さんはめちゃくちゃしんちゃんに寄せようと思ったら、いや自分なりのでいいんだよって言って直されたらしいから、逆に。あ、そうなんだ。めっちゃ意識しすぎちゃって。やっぱ矢島さんが、うん、もう偉大すぎて。偉大すぎて、うん、あれすごいよね、うん、あ、メロンパイレになってます。あ、違う、え、高橋克実さんのね、うん、トリビアの泉ね。八島さんでしょ。メロンパイになってまーす。いらっしゃいませー。君、ちなみに私の頭は、うん、何してるじゃん。いやなんか眠い言いつつだいぶ回ってんなと思って。いやここはやっぱね、大事な要素ですかね。まあ、あの二人の絡み死ぬほど好きだったな、しょうがない。面白いんだよ、そう、うん、ちなみにっつってズッて入ってくる、ね、髪の毛のネタが結構多かったね。いや面白いよな。トリビアの泉、何が好きだった？何が好きだった、うん、あ、何が好きだったかな。でも、まあ、月並みかもしれないけど、やっぱ、うん、あの、何だっけ、もらい泣き再生速度遅くしたら開いてるやつ。あ、なんか見たことある気がする。超歌うまい、あれは分かるよ、さんがね、うん、小学校衝撃受けてたからね、マジでね、うん、そう。でなんかそう、あのちゃんと聞きたいのに、うん、その人とようさんがさ、うん、えいやーからさ、うん、えいやーになるんだけどさ、うん、その時に、あ、ちゃんと平井堅さんバージョンを聞きたいのに、あの、うん、ビビる大木の声がでかすぎて全然聞こえないっていう。えーっつってマジでっつすごい副音声の声がでかくて、あの、そう、アクターの声がかき消されちゃうっていう。いやさ、なんかさ、実験するやつあったじゃん。あと種ね、種か、種か、種で、あれ結構ネタがしょうもなくて好きなんだけど、そのトリビアのシード、あ、爪切りを、ね、ガンダムシードみたいに言わなくていい。爪切りでパチンってやった時、爪飛んじゃう時あるじゃん、あの、はい、遠くにパチンって。であれが一番飛ぶのはどの指なのかみたいなトリビアの種があって、で結果一番飛ぶのが、はいはい、足の親指の付け根だった。
足の親指の付け根が一番パチンってやって、なんか何センチ、なんか何十センチか飛んだらしくて、それが一番めっちゃ飛ぶね、飛びますみたいな。トリビアの種か、うん、あでもね好きだったのあるよ一個、はい、あの多分スタンちゃんもすごい好きだったと思うから、うん、あの石原さとみの唇を作る、気持ち悪いね、最高の回だった、ね、キャラコの皮とか使って再現するやつね、うん、いやそのや石原さとみさんの唇がプルプルだから、うん、なんとか作れないかっていうあー素晴らしい発想、なんとか作れないかなって、本人呼んであれだよね、弾力とか測ってさ、あそうそう、女性の作業員がこう石原さとみさん呼んで唇を触ってプル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 、ノギスとかでね、あの、うん、範囲とかも調整してね、すごいな、それもうオチ何でもいいやん、もう土地おもろいから、そうオチで新たなトリビアが生まれたって、なんかあの鋼の錬金術師で人間作るみたいな要領で 何、うん、何グラム何何グラムみたいな揃えてなんか錬金術やってたもん出てきて、うん、で結果できるのよ、それがこちらがっつって、うん、なんかマウスピースみたいな唇だけのなんかプルプルの物体ができて、氷の上に置いてあるんですね、氷の上に置いて実際に触った時に、うん、これは確かに石原さとみの唇だっつってこうしてこうしてちゃうみたいな、また新たな、新たなったいや面白いよな、そう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 、最後に石原さんが自分で触って、うん、あこれ私と一緒だって言って、うんうんうん、終わった終わったそれですごい、何なんだよあれ、トリビアマジ面白かったな、シュールだよねだから、うん、お前好きだったなマジで、シュールさの神だったねあれはね、でも100兵は1回も出なかったんだよねあれね、タモリさんが幼いからね、そうなかなか。スタンちゃん何が好きだ？これ？うん。トリビア。これ好きなのないよ。ない。なんで話題に出したの？なんで話題に出したの？下手か。下手か。絞り出せ。絞り出せ。ちなみにあのメルカリにねあの金の種売ってたよ。出すなメルカリに。出すなメルカリに。本物かどうかわかんないけど。偽物とかある。トリビアの金の種の偽物。トリビアの金の種です。つってテレビでせっかく採用されたのにメルカリに出す。でもやっぱそういうね、うん、テレビとかでもらえるもんみたいなさ、うん、あったやつテレビで採用されたらもらえますみたいなさ。うんうんうん、そうだね。トリビアの泉でみんな粗品っていう単語を知ったからね。確かに。うん、ああなんだっけ。あの何兵何千円と粗品を差し上げますって右下にちっちゃく書いてあるんだけど、粗品ってなんだろうって小学生は多分みんな思ってた、なんだろう、なんかさもらったことある人とかいる、今見てる中でいるのか、長いことやってたからね、確かに。そうそうそういうなんか、うん、テレビこのテレビのこれもらいましたみたいな、ちょっと気になる。あトリビアじゃなくてもいいや、あトリビアじゃなくてもいい全然、うん、このテレビになんか応募して、うん、なんか当たってテレビ番組からなんか届きましたみたいな、うん、そうありそうだよ、珍百景とかもらえるんでしょ、あもらえるのかな、うん、綺麗にコメントが止まったね、いないということでね、いや考えてもやっとボールうちにあったな、うん、めちゃめちゃすごいじゃん、うん、なんか当たったことあるかな、うちっていうかあるかな、もうちょこちょこいるよ、ほらやっぱ選ばれし者たちのほらあるよ、ほらそうなんだ、ラジオの景品ね、珍百景のファイルもらった人いるやん、やっぱほら、あ、本当だ、すごい。ってことは珍百景選ばれたんだろうね、多分。あれじゃね、見てるかもしれないね。うん、俺は見てて。珍百景ってさ、実は見たことないんだよね。ないの？何これ珍百景？何これ珍百景？え、何あれ地元のなんかすごい、うん、すごい景色を募集するみたいな、そういうやつ。うん、まあ見バレするけどね。うん、まあ確かに。声優さんの色紙が1回だけ当たったことあったわ。いいな、うん、え小山力也さん、ちゃいますちゃいます、力ちゃん、なんで力ちゃんなんだ、うん、ちなみに誰とか言えんの、北襟です、ああ、うん、なんかもうミーティーあのね、その頃じゃないのよ、その頃じゃないのよ、ミーティーがいる、ミーティー、うん、最近出てるからね、また、うん、あ、北襟さんね、そうなんか昔そう、めっちゃ好きで CD とかも全部買ってた時あって、あ、そうなの、あそれで当たったの、そう CD とかの、うん、へえ。北入さん3日前誕生日だよ、あおめでとうございますもう全然になっていた、うん、全然になっているやん、もうあなたもしかして同じ誕生日、そうなんだよ、あそうなんだあれ、あ一緒なんだ、同じ日だった、マジか、ちょっとクレノは同時に祝うべきだったな、なんでだよね、うん、サンちゃんの横にミーティー置いて、ミーティー置いて、うん、サンちゃんハッピーバースデーっつったのミーティー置いてあでも誕生日一緒だもんね、ミーティー置くべきだったな、ちなみにミーティーっていうのはあのメイドインアビスに出てくる慣れ果てのね可愛いキャラクターなんで、うん、そう
出てきた時はちょっとグロかったけどね、うん、その最近のツボミーティーはめっちゃ可愛いんで、みんな見てもらって、ツボに入ってるミーティー吸われてるんずっと、あ、キツミーティーね、うん、キツミーティー、キツミーティーね、キツミーティーってパワーワード、ね、なんか芸能人の人と誕生日一緒の人いるんかな。僕はいますよ。誰ですか？めっちゃいるよね。僕はウーバーワールドの拓也さん。ああ、そこそこそこ。12月21日一緒なんで。歌い手だとアルファキュン、はい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 、とボカロ P だとユリカノーさんとか、うん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 、なんか結構いる、うん、俺もね結構有名なのあるよ。誰？誰？ん？マドンナマドンナ有名すぎる有名すぎてピンとこ有名だマドンナ、うん、あとねダルビッシュ。どっち？どっちどっち言う？翔か言うか翔か言うかワルビッシュ TV か、うん、そうダルビッシュ言う、うん、どっち言うです。あ、言うの方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 ね、うん、ワルビッシュ TV 知ってる？いや、見たことない。あの弟のね、その最近ワルビッシュ TV っつって YouTuber になったんよ、うん、ええー、そうなの。最近でもないかも、うん、おコメントあるよ、ほらガードマンチャンネルに出てた。正義見あるよ、コメント、ほら。何が？どれ？楽しんごさんと誕生日一緒だったよね。あー、何日だ、楽しんごさんと誕生日って。楽しんごさんね、うん、僕もなんか配信見に来てこないかな、この3人朝からうるさいってこいつら、ね、あっていうのはですね、僕楽しんごさんにツイートされてたんですよ何日前、2日前とか、うん、なんか結構気づいたの昨日くらいなんですけど、ねうんうんうん、みんな気づいてた？もうタイムライン流れてきてます。あ、タイムライン流れてあ、すごい。なんかメンションとかされてるわけではなく、うん、僕のその TikTok の、うん、そのなんていうの、スクショ撮って4枚くらい、うんうん、こいつうるせえっつって朝からこいつうるせえっつって、うん、違うよ、朝からうるさいこいつだよ統治法統治法あのなんかね、昨日ってチラッと見たリプ一件ついてて、うん、あ、見たんだ、はいはい、お前の方がうるせえよやっちんちんいやすげえやっちんちん模範解答かもしれん、うん、いや、なんかいつ引用しようかなとは思ってる。だから気づいたから、うん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 、でもさ、あの朝からうるさいって言うけど、別に TikTok なんていつ見るかの話だから別に朝帯にお邪魔したわけじゃない、うんうん、いいな。僕は嬉しかったけどね、取り上げてもらって、はいはいはい、楽しんごさん。だって楽しんごってだけでなんかウキウキしちゃうじゃん、やっぱ楽しい、名前が、うん、ウキウキしちゃう。みんな知ってるじゃん、楽しんご。確かに、ね、うん、でもあんななんか楽しそうな名前してんのにね、うん、うるせえこいつとか言ってくるんだよねねえ、どうなんだ、どっちなんだろうね、あのその、うん、男に対してその強く当たってくるああいうタイプの人って、うん、どうだ、普通の人だったらこう嫌いなのかなって思うけど、うんうんうん、裏返し、裏返し、どっちなんだろうっていう裏返しラバーズなのか、どうなんだろうね、うん、好きな子に石投げちゃうみたいな感じ、うん、だったらちょっと、うん、なんかあれだな。でも思うんだけど、4枚もスクショしてるから俺多分好きだと思ういや、そうだった場合俺触れない方がいいんじゃねえかなって多分なんだけど、1枚パシャってやってこの人うるさいわみたいなさ、普通じゃん。そうだね、確かに 4つこう1234って、うん、でスクショしてそれをツイートしてるんだから相当気に入られてるよね、間違いなく。そう、うん、4枚ショット しないよね、確かに。そうなんだよ、しないんだよ、しかも音域のとことかも含めて貼ってるってことはなんか実は結構ちゃんと見て宣伝してくれちゃってるからね、うん、あれね、うんうん、その可能性はあるね、多い、うん、だからまあ楽しみ、じゃあ、うんうん、触れないでおきますこれがいいと思う、うん、なんか触れもうここで触れてるけど、うん、まあ、配信だから、まあそうだね、ツイッター上では触れない、ツイッター上では触れないでおきます、うんうん、はい、そう、じゃあ俺リポ送っとこうか、身の安全を、おい、うん、俺送っとくよ、リポ、あ、送ってみる、すいません、お前の方が薄いよってお前の方がうるせえよっていやー、まあやめた方がいいと、やめた方がいい、それはなんかいろんな意味でやめた方がいいと、なるほどね、はい、うん、怖いね、ちょっと俺が楽しんごとツイッター上でバトって炎上するっていう、そう、さくらんぼの画像で言われちゃうよ、うん、懐かしのさくらんぼの画像、さくらんぼ大塚愛さんの、違う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 、楽しんごさんのツイッター見ればわかるよ、そこまで、さくらんぼの画像をつけて、うん、ある一言を言ってるんですよ、はいはい、それは何か、まる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 舐めたい、へえ、まあ見てみてほしいかな、そう言われちゃうよって、どこだ、下手に、はいはいはい、下手にそう、うん、タッチするとさくらんぼの画像がどこにあるの、ちょっと遡るとない、最近最近じゃないかな、メディアから行くと、
楽しんごさん、俺ツイッターとか見た。金玉舐めたい、これか。あ、金、あ、それです。あ、言っちゃった。言っちゃったよ。これシルちゃんの配信だ。これ録画残せんくなるで。これ録画残せんくなるで。録画残せんくなるで。あんまやっと。ああ。やちんちん。ダダスカスカスカだよこれ。うん。あ、リプライ来てるよ。え？うん。あの1時間前にこのシャケミのやつにね、しばけってね、なええ、ま、なシャケミのやつに朝からうるさいこいつの楽しんごさんのツイートに対してあのもう一件に1時間前このフリーダムさんしばけってね、しばかれるぞ、しばかれるぞ、これはしばかれるぞ、しばかれるぞ、しばかれちゃうかもしれない、うん、しばけって無法地帯すぎる本当にこのやっちんちんだよマジで、うん、あ、このあとお前のツイートの方がうるせえよって送ってる人に対して、うんうん、捨てアカでしか誹謗中傷できないの見ておもろいな、別に楽しんごのファンじゃないけどツイッターにこんなやついるの深いすぎってシャケさんが送ってるよね。いやいやいや、この数ツイートの中で面白さが詰まりすぎててこのちょっとあんま触れないと思う。これは触れないで。そうやな。ちょっとしときましょう。封印しようこの。本当だ。面白。うん。いいな、面白いな、マジ。なんでこんな鮭さんが送ってるんだろうね。これ、まあ鮭はありふれてるから。そういうもんなの？ん？いっぱいいるってこと？鮭はありふれてるよ。なんだったらもうエゴサーチで鮭ミーって言ったらもういろんな鮭ミーさんがいるもん。そうなの？あ、シャケミーさんが？いろんなシャケミーさんが。あ、そうなんや。なんかわかんない、VTuber みたいなのもいた。へぇー、うん、たくさんいる。シルくんはまあ結構引っかかるな。あ、そう、うん、シャケミー大好きみたいなエゴサーチを見たとき、うん、ああそう言って言ってくれる人がいるんやって飛んだら全然違うシャケミーの話してて、うん、閉じたね、ツイッターを。なるほど、うん、閉じました。ちげかった、やっちんちんって感じ。いや、触れない方がいいよ、それも。あ、触れない方がいいです、うん、いいじゃん、出しねえよね。楽しんごの声前で高音調を生きてすとっつってね。触れないっつったの、うん、ああ触れない方、やちんちん、うん、かっこやちんちんってタイトルがじゃああれどうね、新羽田国際空港で歌ってみた、うん、ね、うん、あのどういうこと、うん、V 字であの足広げながら、うん、ああ飛行機っつって、うん、じゃあこれ楽しんごに寝たよね、うん、その足パーン開いて新羽田国際空港、ね、よく覚えてんな。かよマジで覚えてねえよそんなネタマジで。そうニッチすぎんだろマジで。マジでみんな知ってるし、ニッチすぎるわ。やっちんちんより有名でしょ。やってる絵面なんか想像できるけど、うん、全然覚えてないよ、うん、V 字足開いてまた、ね、皆さんご存知みたいに言ってほんと知ってんじゃんほらみんな、ほら草生やしてるってことは知ってんねみんな、うん、すごい少ないよ多分知ってる人それ、うん、本当に、うん、あ、そうか、うん、いやでもなんかさ、うん、もちょっと最近あのなんかリスナーさん誕生日やったじゃん俺、うん、なんかリスナーさんがね、うん、あのある有名人の人になんか誕生日の何、うん、リップをもらってくれてて俺のために。あ、うん、そう、うん、まあ、ですよって人なんだけど、ね、その話するの？あのあ、その話じゃなくて、じゃあ最近あ、最近のやつね、うん、ですよがくれてたんで俺に誕生日おめでとうって、ね、うん、あ、サンちゃんにリプライが来た、リプライじゃなくてなんか DM を送ってこれ送っといてくださいみたいな、うん、はい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 、で、はいはい、でのリスナーさんがあの、うん、タグツイートのところになんかサンちゃんがですよからも誕生日メッセージ来てましたよみたいな、うんうん、そこに書いてあるね、サンガーさんお久しぶりですとか言ってさ、誕生日おめでとうございます、プレゼント用意しなくてあーいと言いまてこれ送っといてくださいって、ね、あのね、思ったけど絶対覚えてね。おお、なんだその何の生産性もない話は。いやでもちょっと好きだな、好きだ。俺もね好きなんでこういうの、うんうん、だって絶対覚えてない。いやーですよさんね、ですよさん、うん、まずね、うん、フォローも返してくれないしね、俺とあの油そばも言ってくれないからね、うん、なんかさ、ですよさん別に嫌いでもなんでもないけどさ、うん、なんか面白くなくて面白いよね。いや、そうそう、そういう芸、ね、そういう芸、うん、で、あいと今テーマそうじゃん、うん、でもやってることもそうじゃん、面白くなさすぎて逆に面白くなってくるやつ、うん、すごい、そういえばおもろい動画があって YouTube に、うん、あるんですか、はい、エンターの神様放送事故レベルのつまらないネタタイトルが面白いねもうエンターいっぱいあったからな昔ね、うん、だからそのいっぱいあったから、赤ヨーク、コウメ太夫やめてくれ出てきてやめてくれってマジで、うん、で俺見ててさ、うん、あの
配信でね、うんうん、で小梅太夫の、うん、あの声がすげえ生き生きしてて、その当時若くてまだ、うん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 、で畜生の子に張りがあるからそっちそれが面白いとか言って、うんうん、ああ根性が言って今のやつ聞くと悲しくなるっつって畜生っつってガラガラになってる方聞いてみんなと一緒に悲しむいや、やっぱり高音はねちょっと衰えちゃうからね、なんか張りみたいなのは、うん、なかなか本当にくだらねえと思って。だあの人一時期そのネタよりも普通にダンスの方で有名になったから、ね、いやそうそうめちゃくちゃうまいもんね世界レベル、うん、ダンスね世界レベルだからの人、うん、世界大会2位とかじゃなかったっけ、なんだ2位とか3位とかだった、なんだっけこれガキッパイできた時ね、うん、座らった感じ、なんかムーンウォークリレーみたいなのやつだよね、ムーンウォークリレー、ムーンウォークリレー、え、24時間ムーンウォークリレー配信、いや違う無理、あ違う、あ違う、いや違う長そう、なんかそういうの見ちゃうよね、うん、見ちゃう見ちゃう、うん、まあ、でも面白いよな、やっぱ昔のねアニメ、アニメじゃない、あのお笑いアニメ、お笑いマジでねやっぱ面白いんだよ、まあ、ね、面白いよ、うん、ゴージャス一生好きだもん、うん、で今でやっぱ人気やしね、ゴージャス、ゴージャス、うん、やっぱね今見ると昔はただ勢いが好きだったところあるけど、うん、やっぱね声の張りがめっちゃいいんすよ、いやこいつ逸材以上あれマジで、逸材ではあれ、うん、めっちゃ通るじゃん、すげえ好きだった、うん、アクセルホッパーは、アクセルホッパー別に好きじゃなかった、あアクセルホッパーは、ね、あんまり好きじゃなかったな、そっか好きじゃなかったか、うん、でなんかああアクセルホッパーだっつって、うん、ちょっとトイレ行ってこようかなって感じだった、このタイミングでエンタのトイレタイムね、そう、でも昔から結構その声通る人が好きだったんで、はいはいはい、うん、だからあの大西ライオンとかも全然好きだった、亀子信夫は、誰だっけ、え誰、知らないの、キもういい、キモいいって、ね、え、あーいたかも、わかんない、いたかも、でも名前まで覚えてない、だ全部見てたよ俺確かに、はいはい、うん、毎週絶対に見てたから、はいはいはい、うん、でも俺多分シルちゃんが好きなのあれだよね、うん、誰、タイガーリー、え誰、わかんない、リンリーって知らない、わかんない、音ネタの人、そう、うん、ちなみに今すげえニッチなやつばっかチョイスして出してるからね、うん、全然わからんもん、ね、全然売れる前のハンニャのコント結構好きで、エンタの、うん、あのエジプトで、うん、あのピラミッドを作るバイトをしてる2人っていう、うん、なんかもうおもろいもんなもうおもろいもんなすげえ好きだったんだよ、バイトって、うん、でもピラミッド作ってるから時代設計的にはすげえ前なんだけど、完全にもうその金田がツタンカーメンの格好して出てきてもめちゃくちゃなんだよな、はいはい、でもめっちゃ似合いそう超似合いそう、ハンニャね、うん、勢いすごかった、すごい良かった、おめえどこちゅーっつって出てるおめえどこちゅーっつって、えマジでおもろかったよねハンニャ、ハンニャね、おもろかったよすごい、なんか、うん、突然いなくなったんだっけ、なんかでまたちょっと出てきたんだ、うん、ちょっと前に、うんうんうん、ズグダンズンブングンゲームやる今から、あその頃は爆発してたね、うん、あズグダンズンブングンゲーム、あのコッペパンね、そうコッペパンなんてやってたもんね、そうね、バペッコっつって、懐かしいわ、バペッコ、うん、バペッコで解除されるやつね、うん、ほんとさ復活した時あったじゃん、カナダさんね、あったあったあった、あの時にさ YouTube で上がってて見てたんですね、うん、おいピラメキーノ見てた、お前たちどこ行っちまったんだ全員ピラメキーノ見てた子供たちがカナダお前どこ行ってたんだよ、なんだよ逆に、あなるほどね、マジで笑っちゃったよほんとにピラメキーノってね、うん、おなら恥ずかしくないよってね、あでも、うん、打足さんも同じようなこと言ってたよ、そう、うん、いやなんか昔そのやってた時に、うん、その一生押すって言ってくれてた女の子たちが、うん、全員消えたんで、あの全員死んだんだなって言ってるわ、本当に面白い、全員死んじゃったんだよね失礼すぎる、本当に一生押すって言ってるからさ、うん、そう、いなもう全員死んだと思ってんだよねって全員死んだ何も失うものがねえな、何も失うものがね、打足さんいいよな本当に、うん、ニコニコって見てるとすごい、うん、当時だって、うん、エロのお兄さんだよ、だって人気だったよね、うん、肩書きが、ね、うん、吐息王子って女性ばかりだったから多分見てた人も、うんうんうん、吐息王子やで、いやかっこよかったし普通に、うんうん、ね、今ヤクルト1000飲んで落ちる男になってんね、あの動画超おもろい、うん、タイトル打足ヤクルト1000で行く打足さんの切り抜きチャンネルがあって、その中でもね屈指の伸びだからな、打足さん面白いよね、うん、うん、そう
そう、これシャキミ勧めたらね、これ見てほしいんだよねっつって、もうこんなのさ、どうせヤクルト1000飲んでそれはまあパッて落ちるんだろうとか飲んでる。いや、そんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん、見てみなっつって、うん、あ、これ何、これヤクルト1000届いたやつって、うん、あやっぱそうじゃねえかよ。やっぱそうじゃねえかよ。やっぱりじゃねえかよ。見る前から分かってんだよ、もうこんなの。飲んで3秒でネタ食いしてるから。いや、マジでおもろい、本当に。知ってるから、見る前から、うんうん、で。見る前から知ってるネタいいよね。俺、その方が好き。気持ちいいよね。うん、だ、筋肉とかもそうじゃん、うんうん。思った通りのが返ってくるから。うんうんでね、ちゃんとしたやっぱ取れ高でね、本当にね、うん、いいよね。次はこの方ドンって出た瞬間にオチまで全部見える人が好き、うん、あ、もうこれやってこれやってこれやって終わるんだなって。はいはいはい、はい、いや見ちゃうよね、うん、まあ、てなわけじゃそろそろ取れ高を気にしてね、うん、取っていきますか、そろそろ。じゃあ取っていきますか、うん、実際に取っていく、実際に取っていくと取れ高をちょっと作っていこうか、今から我々もね、そろそろ、ね、せやね、うん、ということで、じゃあ10時からの枠はシルシャケスタンガンでトルモです。イエイ。トルモン、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 トルんだもん。5万円入れたよ。入れすぎでは？やる気満々、マングローブじゃん。うん。5万円入れたから任して。うん、いや、あと1時間で使い切れんわそれ。全部使い切る。うん、1時間で使い切れないそれ。うん、とまあそんな感じですね。やっていくかいじゃん。あ、やっていきましょうか。一人ずつやるじゃんこれ。一人ずつやろうか。一応僕1時間絶妙だな。絶妙だな。3人と取って終われるかこれ。いやー多分間に合わんかもしれんけど、僕お気に入りしといたんですよ、欲しいやつ。いや俺ももう決まってる、取るものは。あ、僕も決まってます。うん、画面共有した方がいいか。あ、そうだね、画面共有しよっか。これを画面共有して、ま、じゃあちょっと画面、配信画面の方も変えていきます。トゥルン、見えますか、見えますか。あれ、やばいやばいやばい、シュレ住所つってるよね。え、嘘嘘、大丈夫やんかい。大丈夫やんかい。見えてますか、ドルトンのコクーン。そう、コクーンめっちゃ欲しい。このラインナップわし好きそう。もうそれもいいんだなって、ね、そのパチリスのぬいぐるみね。パチリスじゃないのよこれ。ああ、なんでそれ、ニセツムリなのよ。あ、惜しい、ニセツムリ。尻尾じゃないのこれ、うん。いいね、なんだそれ、うん、あと地味に一番欲しいのこれ、アスパラ。よし、まあ、アスこのアスパラ、これだけ取っていこうぜ。めちゃくちゃアスパラか人参が欲しいな。うん、どっちがいいかな。特殊だな、うん、たこ焼きと谷落としてどっちがおもろいかな。たこ焼きの方が簡単だけど、たこ焼きの方がまあ見応えはあるんじゃねえかっていう。あと、じゃあアスパラ取っていこうかな、うん、そしたらアスパラいきましょう。うん、おっしゃ。これは、横にズル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 やっていって、うん、回転させて落とす。すするってこと、すする TV ってこと。そう、キツ、キツミーティー、ズルズルってこと。遊ぶをしてね、遊ぶ。あ、はいはい、これはもうあれだね、箱を。そうでござる。はい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 。あ、右にずらして、あ、右にずらすと、あ、違う違う、箱自体を横にしてってストンってこと。そう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 、箱自体、あ、横にしてってことね、なるほどね。それ行き過ぎちゃうんじゃないかな、多分ね。行き過ぎてる。うん、行き過ぎちゃうんだと思う、それ。そのぐらい、こんぐらい。これは時間内で自由に動かせるからいいですよね。こんぐらい。もう一個、もう一個前。もう一個前。うん。違う違う、前。前。うん。いや、前。前ってどっち？前だ、そう。右？前。前。うん。前！後ろ、後ろ。後ろ！ごめん。そこだね。オッケー。行くで。後ろなのか。行くで。ちな、こっちが前やで。いや、前だ。はい、完璧。おお、なるほどね。グイ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 くるよ、これグイグイ。見ててみ。グイ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 。おお。まああと3000円くらいかな。あと3000円。じゃこれ一回200円ってことだもんね。今任せろって。うん、取ってやるから俺が。オッケー。遊ぶ。実家左行くよ。うん、あ、それ行き過ぎちゃうんだよそれ。行き過ぎちゃう。これ、そうだよ。OK、OK、OK。ぐん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 。もっと？気持ち一個前だね。前ってこっち？前。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 うん。前。行かなくていいよ、もう。もう行かなくていいよ。行き過ぎじゃん。これ、ここ。そう。OK、行きます。これ来てるよ。ズン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 。ズン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 。おぉ。いった？いったんか。取れた、取れたもう。あれ？
これ難しい、戦国なでこ、なでこしたね今ね、完全に、うん、これなでこしたね、もうこんな後ろだね、じゃあ後ろ、うん、後ろ、ね、後ろってどっちなんやろな、後ろ、ほんで後ろってどっちなんだ、ちょこ、こっちだね、あ、後ろっていうのはあれでいいんですか、奥、違います、もう一個横です、横ってどっちだね、横、こんぐらい、こんぐらい、いや横、横、うん、右か左かで教えてほしいな、横、あ、横か、じゃあこんな、こんなもんかな、こんなもんかな、うん、で、前ね、オッケーオッケー、あー、ちょっと、こんな、うん、あ、こんぐらいでどうかな、言ってることがめちゃくちゃだ、めちゃくちゃだ、あー、馬が言っちゃいけねえ、動かんのか、言ってることが、動け、あ、動かんよこれ、これ、動かんねえ、なんか重くねえこれ、これ重い、中に入ってるの、鉛、鉛入って、鉛入ってる、鉛入ってる、鉛入ってる、2回目で動かなく、2回目で動、行かない、え、これは、うん、バケモノジ見てるね、もっと手前をやった方がいいのか、一回も奥に振り切った方がいいのか、いや、もう見た感じ物理的に動かんの、アームが弱いんじゃない、弱いんかな、でも1回目結構グイーンって言ったよね、待っててほしい、ちょっとそのまま真ん中行ってみよう、ちょっとそのままもう一個横横ね、左ね、こんぐらい横で、前、前行って前、前ね、うん、だんだん分かってきた、後ろないよ完全に、もうこれ前、前、前、もっと前、うん、うん、完全に後ろなんですけどね、もう一個前、もう一個前、この辺後ろなんですけど、表面にして、表面、表面、表面にして、あ、もう一個横、横、横、ずっと、うん、横って言ったもんね、横、こ、横、そこ、うん、そこ、ここ、行くで、行くで、だんだん分かってきた、もう前、前とか横とかが、いいね、この、はい、王道ね、がっつり真ん中をこう攻める感じ、がっつり真ん中を、おい、おお、今強かったね、でもちょっとね、引っかかった感じだったよね、これでも横にしたいんよね、理解した俺、本当は、理解した、うん、攻略でした俺、まあ一度1年前に縦列駐車一発決めてるから、ね、決めてるからね、そう、うん、あれは仕組まれてたから、ね、やめとけって、仕組まれてないですよ皆さん、仕組まれてない、うん、仕組まれてないですからねあれはアームパワー仕組まれてた、絶対仕組まれてないです、先生どの辺行きます、こうした方が盛り上がるだろうっつって、うん、そのままそこの状態で、うん、まあ、今思えばあれは仕組まれてたかもしれないな、前、前、そこ、ここ、うん、いくよ、ね、我々はね何も言ってないんですけどね、うん、うん、なんか3回連続一発で、いや、そう、びっくりしちゃった、さあ来い、なでる、あ、いいんじゃない、ちょっと、あ、ちょっと斜めにもなったよ、うん、いいっすいいっすよ、うん、アスパラぬいぐるみ XL パート3、うん、うん、パート1と2があるんか人気やんか、シリーズ、シリーズものじゃん、すごい売れてるじゃん、めっちゃアスパラ好きな人がいるやん、ね、めっちゃこのシリーズ出してるね、これ、まあ、同じようなとこを攻め続けるんだよね、うん、オッケー、じゃあもうここ行ってみようかな、バカ言っちゃいけねえ、ね、もう、あ、いいよ、いい紛らわしいね、だとしたらこれもうちょい、ない、それあかん、あかん、うん、それよくない、あかん警察、はあ、これ死んだ、これ何の意味もない、何の意味もないやつこれ、めっちゃアーム強いね、強いね、うん、なんで何があったんだろうね、ちょ、これなんかちょっと確率臭いね、メンヘラアームだこれ、メンヘラアーム、うん、こ、あ、ちょっと違う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 、コキコキコキ、いや、クラブコキクラブ、アニメ版の、アニメ版のね、コキ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 、やっぱセレクト B でバグらせまくるやつやってたでしょ、セレクト B、セレクト B、もうやってないよ、やってないポケモンの、そ、初代、初代俺初代やったことないの、ない、名前がバグっちゃうの、あのシオンタウンのね、うん、生命判断士っていうのがいて名前がバグるの、うん、ミュウを捕まえるとか言ってみよう、それよくないね、うん、うん、そう、俺最初はあの水ポケモン用意すればミュウになるっていうから、あのクラブ釣ってきて、うん、ああはいはい、そうやったらバグらしてね、うん、したら名前が変わっちゃってウラブになって、ウラブキャラクターの沢村なんだよもう一回あの直さなきゃって言って直したら直らなくてね、うん、うん、カラブになったっていうね、うん、何やねんその話何やねんその話いや、あかんかん、それマジ意味ない、それ意味ないよ。ああちょっとこれは手前すぎちゃった、なでるね、これは、うん、なでこや。あのね、うん、アームのパワーが、うん、干渉写真が一気に死ぬよこれ。ミス持ったんだけど、うん、ちょろっと干渉写真が、うん、だからぶつからないようにいかないといけない。はい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 。
どこにもぶつからずに、うん、あの下に下ろす。はい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 。ってことは？だからまあ、クラブハンマーやねそれは。うん、もうスーッて落ちるように。そうギコギコ。ギコギコ。くそ。危ね。絶対言う前に止めてやろうと思ったのに今。早押し問題だった。すっごい早押し問題だった。それはだからちょっと攻めすぎないでしょるちゃん。もうちょっと。ギコギコしません。こういうこと？そう。スーッ。はい、ここでいい、ここでいい、ギコギコはしません、うん、ちょ、行ってみるよ。もうクイズノックで言うとこのひらがなでお料理って言った瞬間ぐらいの早押しだったよ。うん、でもマジグリとグラっつって早いな。なんか撫でるね。撫でるね。もっと後ろ行っちゃってもいいんじゃないこれ、もしかして後ろ行ってみ、やってみるか。同じとこ行って撫でちゃってるから、うんうん、一回後ろやってみるか。うん、そうケツ持ち上げて、ケツ持ち上げて、前持ち上げて。懐かしい商品ゲット。アルゴリズム更新じゃん。ちげえわちげえわ狙いとちげえわ全然違う全然違う。アルゴリズム体操っていうのはないから別にずっと平坦だからこっち向いて二人で前ならえだから。いやいや語尾上がるでしょそこ。手を横にあら危ない。いやなんか動かんな。動かないな。いい感じの持ち上がり方はするんで。ね、でそろそろあのね攻略法があってこう見えざる手がそろそろ伸びてくる。ああなるほどね。ちょっとそれ狙ってみるわ。うんうん。こんなにポイント落とすとはあなた勤勉ですね。見えざる手。見えざる手を持った人がやってくるかもしれない。そうベクター。そう。なかなか取れなくてごめんね。ああ、はしびらしんのすけじゃん。え？じゃあ、いのすけだから、いのすけ。いのすけ、いのすけ、いのすけ。全部違う。いのすけですか、それ。攻めすぎ？いや、大丈夫。いけ、いけ。お、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 どうなんこれは。でもちょっといい感じ。ちょっと横いったちょっとケツが左にグッていったんで、うん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 、シルちゃんさ、次ちょっと全然いい感じ動かなかったらさ、あの映画版のカイジやってほしいわ、取れないかったら。どうしてだよ。なんでだよ。藤原の達也さん、まあ、できなかったよ。できなかったら別に、おい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 、やんなくてよ別に。ただやっぱちょっと藤原達也さんの声ができそうだなって俺すごい最近思ってるの、シルちゃんの声聞いて。あ、ほんと？そうなの？ちょっとザラザラした感じがね、叫んだとまあ全然できなかったらできなかったら全然いいんだけど別に、うん、シルちゃんそういうことやんないからね。やんないからね、どうせ、うん、やんないからね、もう一回、うん、俺もどうせ大して動きもせんだろうからな、まず、うん、どうかな。取れちゃったらやんなくていい。取れたらやんなくていい。取れないって。取れないんよ。いや取れないよ。あ今デスノートの取れないんよ出ました今。何なんか。いや全然期待はしてないから何も。うん、全然何もシルちゃんの藤原竜也さんの声真似なんて何も期待してないから大丈夫。どうしようかな。もう一回。もう一回行ってみよう。もう一回行ってみようか。全然期待しないから安心して。めっちゃ期待してるやん、うん、それ。あ、おちりの方を。おちりの方ちょっともう一回。おちりの方を行くわけで。限界まで行って。ドッカンドッカンついてる。ドッカンドッカンついてる。え？ああ、びっくりした。もう。あね、ボルテージ溜まってきたんじゃない、うん、ポテチを片手にね、うん、ねポテチの中にカメラ仕込んでねノートで勉強するから片手で、ね、ポテチを食うシャキーンっつってね、うん、ポテチの中にペンがペンとねデスノートの切れ端が置いてあってね左手で書くんですよ。そうちょっと攻めるよ。いいよ取れなかった取れるよ絶対、うん、あれ頭いいけど本当に頭いいのかなあれ4万いくらする、ね、ポータブルテレビ捨てちゃうからねそのまんま捨てるからねだから、うん、怪しまれないようにそういやちょっとこれあれはあれじゃないもん、うん、カイジに出てくる沼じゃないこれうんでそろそろ遠藤さん来るんじゃないか遠藤さん分からん、うん、遠藤遠藤さんあまたカイジやってるわ俺悪食いちゃんにあの知り合った時ニコ生でカイジの画像つけてずっと班長って言ってて気持ち悪いやつって言われたけど何も変わんなかったね
10年やったけど何も変わらなかった。また開示やってたわ。何の成果も得られなかった。得られてない感じ。10年やってきて、うん、悲しい。ちょっとなんか進展あってくれ、頼む。10年後も取られるんだろうな。ない。なんなら盾になった。どうしてだよ。これは厳しいですね。あたっけえ声。たっけえ声。俺も出そうかな、高い声。いいよ。あんカス。いや、ひどい。カス。ああ、それ攻めすぎないよ。やはり？うん、シルちゃん、あのね、うん、もうちょいよ、右。右ってことは左。あ、左、うん。うん、読むな、俺の心、うん。右ってことは左じゃない。どの辺、どの辺？ロマンはゾロか、前ね。うん、この辺。そういうこと行き過ぎだな。そこ。ココ。うん。ココ。ポケットモンスター。ココ。ポケットモンスター。ココ。山寺さんや。うん、完全に。これまあまあ似てると思う。ああ。いやこれはなでこだね。なでこしちゃったよ、スタンちゃん。俺はなでこ小読みお兄ちゃん大好き。カイジ、カイジちょっと。カイジ、カイジどんなのなんで。シルちゃんは普通に解除知らないんだよ。解除全く知らんよ、わし。で、ちょっとどうしてだよって全部濁点ついてる感じで取れなかったら次ちょっと頼むわ。どうしてだよね。うん、取れなかったらいらんのよ、もう取れないんやから。全く知らないのに似るのかどうかだ、ね。うんうん、そう、ちょっと気になるよね。でも全力でいいの。うん、いいよ。どうしてだよこ のこのトーン、うん、さあ、どうなるのかね。取れるのかな。行こう。ちょっと一回攻めようよ。うん、いいよ。ああ、攻め、いいよ、いいよ。自分なりの攻め方をしよう。自分なりの攻め方をしよう。うん、お、さあ、いいかな、いけるかな。さあ、取れる、取れる。決まった。うわ、どうしてだよでもね、やっぱ表よりやっぱシルバーナだったな。高い、ちょっと高い、うん、でもいいと思う、これは。いいね、でもこれやっぱこれはこれでもなんで取れないんだよあ、ほら、いける、絶対いける。もうちょっと低めになったらマジでもう素晴らしいね、演技派です、やはり、ね、全然商品ゲットできないが、だってもう景色が、景色が一緒なんやが、うん、今攻めワンチャンありだね、でももうずっとそれでいいと思うよ。知ってる景色が続くんだが、うん、本当にずっと攻め続けようもわかんねえから、わかんない本当取り方がこれ。行き過ぎちゃい、ほんと前に。お、今のは多分本当の前。うん、もうちょい、もう一個、もう一個。AB 型がシンパシーしとるで。うん、わし、ここぐらい行きたいな。いや、じゃあもう一個前。前。前ってか、後ろ後ろ後ろ。ごめんねもう。これ右？これは、うん、違う、戻ってほしい、さっきのとこ。はい。で、もっと後ろ。後ろ。前に行ったが、もう一個後ろ、もう一個後ろ、これ当たっちゃわない？ここ大丈夫、ここちょっと攻めてみよう。あ、確かに、あ、ここいいかもしれん。で、あの、もう一個右、どうだ、左か。あ、違う、本当に右ここだな、これ。そこでちょっと以上は怖い。めちゃくちゃ攻めてるよ、これ。いや、ほら、前当たるって、これほら。違う、このクソチックとこに引っ掛けた、うん、線と線の間行ってくる。あー、なでこした。ドフィ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 ー、腹ひれ、ハーホレー。お、ぷよぷよのやつじゃん。あ、ぷよぷよの四面。うん、ハニモヘトイロハー。今の感じに出してきて、俺はもうさっきのをちょっと繰り返して。行き過ぎじゃん。持っていけるな、ま、こだから、そこだね。いや、ここぐらいな気するな。ちょっともう一個、あ、ごめん、これで、うん、ガツン、こっち側に入れる。さあ、そんなに、さあ、ガツンと見、あー、シャンクス腕が、全然これだとダメじゃん。ダメだな、これだと。シャンクス腕が、右アームで、安いものさ。右アームで押す、うん、右アームで押してみるか、一回。意味ねえと思うんだよな。安いものさ、うん、アームの一本くらい。ドン。まあ、ここが限界だから、ワンピース第1話の朗読でもするか。やることないから。てか待って、なんで固定コメントシャケミのアカウントなんですか。本当だ。あ、これさっきの、あ、その誘導するためにってやつ、うん、へ、行ってみる。これはね、俺聞かないと思うけどねあ、戻ったりします。あ、まあ、変かな、違うな。
え、取れないですけど。うん。ちなみに、え、このページから離れますか。富、名声、力。お、かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、全世界の人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か。ね、シャンクスでやるぜ、ね、ネタバレじゃん、ね、それ、ね、ゴールドロジャーシャンクス、そこに置いてきた。いや、そんな声じゃない。それシャンクス。あ、違う違う、うん、シャンクスもう完全ネタキャラになっちゃったよね、なんか、うん、首のせいだろうな、あれ間違いなく首が太くなりすぎちゃったから、うん、ブロリーぐらい太いから今、うん、ドラゴンボールの作画最近昔の、ああ、うん、なんだなんだ、とアシストします、お待ちください、ありがとうございます、見えられてきたよ、ありがとうございます、おお、やったーやった、来たー、もうだ、あ、腕が、あ、ありがとう、どうやって撮るんですか、ロマネコンティア、ありがとう、ありがとう、なんだよな、え、これはでも押せばいい、これ押せばいいってこと、手前ちょんで終わりだよ、もう、うん、後ろでもいいし、どっちも落ちる、これは押せばいい、押せばいいのね、手前押してもいいし、後ろのあれを持ち上げて、後ろ持ち上げて、あ、後ろ持ち上げてみるか、どっちも落ちる、これはもう何やっても落ちる、押せ、後ろ持ち上げんで、後ろ持ち上げていきますか、どっちもいい、どっちも落ちる、これは間違いなく、それ行き過ぎちゃう、これはロマンスドーンって感じだね、こんぐらい、それワンピースの、あの、これいける、いけてる、これ、読み切りの時のタイトル、行くで、取りたいよ取りたいよ取りたいよ、大丈夫大丈夫、これも行った、行った、うん、スルー、 ありがとうございます、ありがとうございます、アスパラゲットした、商品ゲッチッチ、はぁ、メンテナンス中ですということで、住所大丈夫、いや大丈夫ですよ、あー、よかった、皆さん取りました、ありがとうございます、いやいいっすね、これ見えざる手が、うん、攻略法だからこれね、なんか一定使うと見えざる手が出てくるっていう、うんうんうん、あ、素晴らしい、じゃあ俺次行こうかな、じゃあ、オーケー、あ、でもそうだな、スタンちゃんあれでしょ、取るの最後、んでもん、あ、違う違うと思う、あ、違うと思うか、うん、あれ何取る、僕はあれ、うん、僕はね、はい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 、僕はこれを、あー、あー、いいじゃん、なるほどね、僕はこれを、かわいい、行こうかな、うん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 、俺ね、そしたら、どっちが強そう、俺これ、ちょっと待って、え、あーあー、なるほどね、うん、どっちがいいかな、じゃあスタンちゃん先いいよ、じゃあ OK、 うん、 OK、 したらじゃあスタンちゃんのやつを見て、どれがいいか見るわ、ちょっと、あ、危ない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 、じゃあ俺やっぱ関西人だからたこ焼きでいくわ、うん、どれだ、ちょっと待って、埼玉って関西だったのか、あれ大丈夫、少々お待ちよ、いいのよ画面が出てこない、ウィンドウキャプチャー、ウィンドウキャプチャー、うん、でディスコード、ディスコードが出てこん、スマタケのソウ、ディスコードが出てくるけど、抜かれようとしても、あ、ちょっと一回消して形を変えて、こうするか、これでいけるかな、カウンティングソング、それが引き寄せ、あ、ほいしょっと、辛い時は泣けばいい、オッケー、それデスノートのトリビュートに入ったやつ、流れ聞くよ、ディスは、あ、ディスワードだった、はい、いけた、いけました、オッケー、俺が取るのはこれ、これです、見えますか皆さん、うん、そうです、うん、アーニャフォージャー通常カラースパイファミリー、はい、これいきましょう、おえー、これね、まあもうね、俺はたこ焼き使いますから皆さん、これは当たりの穴にピンポン玉を入れれば、うんうん、商品が取れると、そうです、はい、簡単な、そう、もう誰でもできるもんな、ね、厳しいルールだぜさあ、でん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 、遠藤さん、あ、もう取ったわこれ、もう入るんじゃないもんな、一発来る、うん、あ、よかった、こうやってね、あの、うん、穴を塞いでいけば、はいはい、いつかは入る、確率が上がってくって感じね、そう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 、もう誰でも取れるもんな、たこ焼き食べたくなってきた、あと110個あるから、これも含まれてる、この穴も、ちーちゃー、ちーちゃーだわ、カロリーメイトみたいな、あと119個あるんだもの、
残念ながらアポカリモンの出現でお前たちの世界と時間の流れが一緒になったんじゃ。あれアポカリモンってことは映画？残念じゃが。あ、取れたわ。嘘。行ったわ俺。いや、映画じゃない最終話です。あ、最終話か。最終話です。これ、これさ、うん、これ平行で映ってるけどさ、画面自体これ。うん。まさか。え、傾いてる。あ、傾いてる。傾いてる。傾いてるよこれ多分。傾いてるこれ。錯覚。うん。うん、耳に行くようになってる。これあのこのトロモのビルの片側に大量の水を設置することによって地盤を、ま、あ地盤を傾けてパチンコの穴入れやすくする。ところがどっこい夢じゃありません、うん、ところがどっこい夢じゃありませんボンザグラ、うん、ところがどっこいところがドゥ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 ですね、うん、カイジ見た方がいいよ。カイジ、カイジめちゃくちゃで面白い。おーしわーって思ったけどこいつ邪魔だな。こいつ確かにそいつがいい仕事してんのかもしれないね。だから、うん、これがあることによって、うん、5000円かかるようにできてんだよ。なるほど。どうしてだよ。しるちゃん？ん？俺の代わりにちょっとこれが入らなかったら言ってくれちょっと。うん。まあちょっとねあの病み上がりですからやっぱりね。どうしてだよ。どうしてだよ。どうしてだよ。入れ入れ頼む。いけ。それだとカイジなのよ。どうしてだよ！ちょっと惜しいし。え？今一瞬くそびっくりしちゃった俺今。やられた。でもここ埋まったのは熱いんだけども結構。確かに。もう入っちゃうよこれ。うん。うん。もう入っちゃうよ。もう入っちゃうこれ。これもうクリアしたな。これ終わりだよこれでも。これも入っちゃうこれ。これ入っちゃったねこれ。はい。ありがとうございます。あーおお。シークないのか。あれもなんかあれだね左に弾かれるよね。うんうんうん、左前に。うん。なんでかかる？なんで？俺がうまいから。プロじゃん。プロさん。フーエッチじゃん。わかった。のさ、TOKIO、うん、の松岡のドラム、うん、首どうなってんのか、マジでわかんねえってやつ、10万いいねくらいされてた。またやってんのかよ。また違うツイートだったしかも。嘘。また回ってる。おお惜しい。あれ？本当？すげえ。そろそろ行っちゃうんじゃないこれ？うん。これ行っちゃうこれ。うん。え、たこ焼きもしかして簡単、うん、これ。いやでもあの当たりの穴の周りからもう目に見えない風が吹き出してて、あの穴に入った。三段クルーンの最終の沼。あの風が吹き出してたあの穴の周りから、うん、うん、弾かれるっていう。こい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 、うわーおーうわー、おいいねいいね、大回りの地外いいね。これまずいね、ここここがちょっとやばい。たこ焼きいいね、なんかじわじわとこうやっぱ狭めていく感じがさ、うんうんうん、うん、たこ焼き。それその左側埋まっちゃったら不利なの？埋まん、なんかどうなんだろう。さあここを埋めたいとこだね、ここ入れちゃっていいぞ。うん、おお端から攻めてくね、おお攻めてくね。こしりちゃん的にはこの穴は大丈夫なの？あ、大丈夫かな、これは。この溝は大丈夫、うん、言われたらダメになる、うん、もうあるし、下がね、ちゃんとオレンジ見えてるから大丈夫。あ、これで真っ黒だったらちょっとうってなるかも。あ、なるほど、うん、で真ん中見るとさ、カロリーメイトなんだよ、ちゃんと。ほんとだ、カロリーメイトは違うじゃん。え、これカロリーメイト？うん、これカロリーメイト？ほんとに？うん、うん、ほう、すごいスピンしたね、ジャイロ回転してた、今、うん、言ってみ、シゲの頃。うん、トシ、俺のジャイロボール受けてくれ、トシ、早く。俺知らねえんだよな、メジャー。こんなシーンないよ。うん。ないんかい。こんなシーンないよ。シゲノ君自分でジャイロボールって言わないから。これジャイロボール入ったわ。うわあ。これいったんじゃん。これでもいいことなの、この。むしろよく避けたな、真ん中。うん。いや、こういう風にできてね、このゲーム。あ、こういう風にできてるのか。できてる、絶対。だからあのやっぱり当たりの穴の周りから風が吹き出してるから。そうで、今あの V 字になったでしょ。これがだから新羽田国際空港ってことなんだ。楽しいのね、回ってきた、うん、ビクトリームってことじゃなくて。そう違う、これはね、新羽田国際空港、新羽田国際空港、うん、いや触れんなって、もう。あ触れんなって。取ったわ、奪われるぞ、いる。あざっす。あああああああ、だからそこがあるんよね。穴に入らず、そう、入らずそこで止まるパターンがあるから、うん、いやーこれは三段くるんだな。大丈夫だ、穴入れるだけなんだから。あれでできる、こんなマジ、いや、ま
確かに穴入れるだけなんですから。そうで誰でもできるもんな。これ見えざる手が出てきたらどうなっちゃうわけ。これこれ見えざる手って出てこないらしい。あ、ないんだ。ないんだって、うん、出てこない、うん、そうだ。たこ焼きはじゃあ取りやすいのかもしれない。取りやすい、うん、か結構沼取れないよ多分。だってもうだいぶ穴埋まってるもんね、うん、ピンポン玉で。でもうちょっと埋めて、うん、俺がやりたいのは、うん、まだこんなことじゃない。俺がやりたいのはこんなことじゃない。ちょっと2つぐらい白い玉取ってきてほしいな。あ、出た出た。取れてない。こういうこともあると。あ、そういうこともあるの。こういうこれえぐいな、この何も起きないわ、うん、俺の200円返してくれよ。バカっちゃいけね。でもこれさ、俺まるみちゃんと配信した時間違い探しやったんよ。間違い探し、うん、間違い探し、うん、スイッチで買って、ほう、あ、配信した時、ね、あ、間違い探しのゲームね。そう、多かったの、うんうん、その間違い探しが100円だったの、うんうん、あ、100円だった。でこの取るものワンプレイの方が高い、2倍すごいね、厳しいルールだね。溶けてくね、うん、凄まじいね、うん、五条マサル、いや、サトルな、うん、マサルは稲妻イレブンなんだよ。よし、準備ができてきた。だな、あ、これね、やっぱりその仕込みですからね、これ、うん、ちょっと地盤固めてな、仕込みが大事で、そんな簡単に一発目から入らないんですよっていう、うん、これ見えざるってないんだ。ないないんだ、たこ焼きは、うん、ちな、うん、足が残り1000ポイントだから4000円ぐらいかかったかな。4000か、4200円ぐらいかかったかな。ポッポッポッ、お、あ、上に集まっている。これはひどいいや、これが大事なの、この上に集まるのが。はいはい、バッ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 バ、あとはもうちょこんと弾いて、にゃんちょ出てきちゃうこれ、コッコロちゃんってやればもう、コッコロちゃんって、 USB 抜いた時の音をUSB 抜いたコッコロコロちゃん刺した時か、コッコロちゃん、トゥルルン、はい、あ、ついに俺、うん、なんけあー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 いったかと思っちゃった今、いったかと思っちゃった今、あーっと、うん、今ジョン・カビラめっちゃ痛い今、ね、いやー、いいシュートでしたね目が覚めるようなシュート枠の中に入ってほしかったですよね。素晴らしいゴール、あ、シュートでした。北田さん、素晴らしいシュートでしたね。そうですね、なんでだよ、ゴール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 、ゴール、あと2回足りないね、ゴールが惜しかったな、マジすごい、ゴール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 だからあれ、ね、決めたのは平成の怪物ロナウド21世紀の怪物ロナウド、ウクライナの矢はアンドリー・シェフチェンコ。いや、よく知ってんね君よく出てきたな、すぐ。おっ、あ、いや、これすごいな、すごいなこれはすごいな、このゲーム。こうなるのか、なんか単純に穴が埋まってくもんだと思ってたわ、うんうんうん、そんなはずない、そんなはずない、もうこれはまさに本当に沼、うん、ほぼだって無限もありえるからな。何これ、山できちゃうよ。でも見応えが一番のは俺的にたこ焼きたこ焼きないの。あ、たこ焼きまで見てんのおもろいわ。面白いんだよ、そう、うん、まあ確かに。ああ！いや、だって絶対これ当たりの穴から風吹いてるよ穴の周り、うん、プルプルしてるわ確かに、うん、プルプルしてるわな、よく見たら。あれ、頃合いで止むのね、その風が。あ、そう、はいはいはい、いい時に噴射してる、うん。だってあんな外れ方ないでしょ、あれ。確かにピンポイントでないです、ないですあー、取れない、ほら、余計なこと言うからおしっこ漏れそうなんでこう3回分解みたいな瞬間600円なくなってるからね、マジで。確かに、うーん、600円やったら間違い探し6つ買えるからね。6つ買う、違うのにせ6つ買えるからな。パズドラも今100円で買えるから、パズドラも買えるんだよ。おん、パズドラって100円なの。うん、スイッチのパズドラ100円で買えるよ。さ、頼む、もういいでしょ、さすがに来てほしいね。さあ、来るかな。わあ、でもこれ、なだれあるんじゃん。オッケーオッケーオッケー、クリアした。あー、よかった、クリア見えてきた。そこもう見えた、クリアしよう。じゃあ、ちょっと決めるわ俺ね、うん、
こういうこれを待ってた。あ、これを待ってたの。そう、準備完了した。あ、でもあ、それもあれあるんだね。もしかしてあの溜まったところに玉を当てて、あの溜まったやつが下に落ちるのか。そう、溜まった玉が、うん、溜まった玉が、うん、溜まった玉に玉が当たって、うん、そ、あ、何何、そういうこと、そういうこと、あ、それをガッチャガッチャして、そんなことできんの、ガッチャガッチャして、そんなことできんの、あ、というお話。森本レオ、聞けたわ。これで決まってなかったからもう無理だねこれね。これ無理ですね。今いけたと思っちゃったんだけど、マジダメだったな。ちょっともまだ足りないんかな、玉数が。いやすげえ、そうやるんだ。そうだよ、面白。これ知らない人多いと思う、多分。たこ焼き今面白プリンって言ってたよ。で、でも壁ができたから、ここの手前に2つ、これ熱い。これは熱いですね。でもあえて、はい、もう一回だけやってみていいですかね、普通に。普通に、まあ三月さん、そうそうね、尺的に入れてもろてね、うん、そうですね、ここで入れないと多分ね、あの、僕も尺身の尺がなくなっちゃうからね。逆逆尺由美子みたいになっとったから今だから尺身って、うん、でもあと俺3回しかできないから、もう誰が尺由美子や、うん、あ、ほんと3回しかできない、尺身じゃ。とりあえずここで入る可能性はある、この置き方だと。あいたよし、いいね、商品ゲットおめでとう。きた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 。いや沼だな、しかし沼だねこれ。うーん、確かに見応えはあったな、すごく。いいっすね。よーし、よーし、よーし、よかった取れて。というわけで、じゃあおしゃけだ、一回配信来て大丈夫かな。うん、はい、で、おしゃけのを、おしゃけのおめでとう、ありがとうございます。あ、なさ入れるかな。お、音が下げとこ、よし、はい、オッケー。そしたらルルン、いいよ、準備できたよ。はい、画面がこちらでございます。今回おしゃけさんが撮るのは、こちらでございます。シャンクスのぬいぐるみだ。シャンクスのぬいぐるみシャンクスのぬいぐるみいらんいらんフィギュアならまだしも。というわけで、もくろうちゃんを取っちゃおうかなと思います。いや、うん、ほっこり癒されめちゃでかもくろうぬいぐるみということで、めちゃでか感いいね。まあ、ちょうどほんと1人20分ぐらい取ってるから、いい感じで取れそうだなこれ。うん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 、うん、あ、これ引っ掛けるタイプか。そう、穴に入れて、穴引っ掛けか。うん、右左右左、うん、通話右左右左、うん、うん、どうしようかな。どっちのアームが強いかね、分からんまだね。それまずやってみないことにはね。そう、うん、全部やって確かめりゃいいだろう。うん、ウーバーワールド、あー行き過ぎちゃって。どん、あー、まあこんぐらいでは、これ多分もう一個横だと思うんだよね。うん、なんか通じてるこれもうちょい、もうちょいいけそう、良いかなっていう、うん、そこくらいアームの肘ら辺まで広がる気がするっていう、うん、それでいい気がするけどな。あ、いや、うん、いや、なんか、いや、行っていいと思う、行っていいと思う、そこじゃない、いいんじゃない、うん、ゴーゴー、まずはゴー、あ、ゴル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 、あー、いや、あー、なるほどね、オッケー、もう開きが分かったからもう、うん、よし、うん、これタグの外側を引っ掛けるのもいいらしいよ、普通に。タグの外側、何言われたわざ、タグが楽かもね、狙いとしては。はいはいはい、はい、ちょっと待って、まだだな、遊ぶ、これ一回一回なんかやらないといけない、うんうんうん、タグの外側でもいい気がするね、だとしたら。タグの外側ね、うん、もうちょいでもこっちか。いや、それ行き過ぎちゃうね、いいと思う、あの、ぶつかって平気だから、あの、タグの外側を狙った方が確率としては早いと思う。タグ通らなくても、ああ、はあ、穴の外だから、はいはいはい、ここら辺を適当に攻め込んででも多分大丈夫だと思う。じゃあこれで行こうか、う、ね、うん、これで結構開くもんね。 GO!、うん、GO! GO! これだピッタじゃない、ああ入っちゃった、まあいいか、まあ入ったら入ったで、うん、ああ、なるほど、これいけちゃうんじゃないの、これを繰り返していく感じですかね、うん、ね、ね、反対側の、これちなみに見えざるってあるのか、これはあるんじゃない、うあ、な、あるのかな。次また反対側の距離感が実はちょっと難しいね。確かに反対側はまだやってないからね、うん、でも適当にやって大丈夫、ちょっと待ち時間が長いね。そう、これ待ち時間が長いのでね、ちょっと、うん、
グイースースー、行き過ぎた。ギコギコしちゃダメ。ギコギコはしません、うん、これまあいっちゃえ、うん、いっちゃえ、もうどんどん行こう、どんどん。あスー、はい、ちゃいちゃいちゃい、おい、いいよ、うまうまい。あ、でも参ってる参ってる参ってる、うんうんうん、こりゃうまい。はい、ということで始まってまいりました。今日の最大印象はこちら。グッド最多賞。グッド最多賞はこちら。オタクがオタク。畜生。さあ、どんどん行こうぜ。グー。真ん中次。グー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 。グンググ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 グ、めっちゃ面白かった。俺当時マジで何にも面白さが分かんなくてちょっと嫌いだったんだよ俺、正直。本当この人なんのおばちゃんって思ってたんだけど、今見てみたらめちゃくちゃ面白くて、まず声の通りが良すぎて、そう、え、面白って、なんか予告見たらスタイルもねちゃんと整ってて踊りも面白いみたいなんで、今何してんだろう江戸晴美さんっつってね、激太りしとった。あら、マリモってこと？え、あ、マリモさんってこと？あ、緑色のやつね、マリモって。あの、え、なんかあの太った替え歌よく歌ってる人さ。あ、でしょ、マリモでしょ、わかるよ。太ったって言うと、うん、あいつ別に元も痩せてねえよそんなに。でもあんな太ってなかったやん。でもまあそうだね、マリモ何やってんだろう今。こっち側行こうかな。ルルルルルルチークサークチークサーク、チュッ、もう一個前、すごい完璧前。あ、ちょっとこっちかな。あ、違うな、ちゃんとね、ここ穴に通さないと動かねっていうのがねマジでね、通しますから。うまい、こりゃうまい、おい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 、こりゃうまい、いいよいいよ、おい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 、少女たち。それ名前なんだっけ、千と千尋。おい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 、じゃあこれはもののけ、あ、これもののけか。千と千尋の三兄弟ね。三兄弟、その、あいつなんて言うんだよ名前、あれ。あれなんだっけな。顔だけの、頭だけのやつ。なんだっけ。おい、ドスドスみたいなやつでしょ。おい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 。じゃあ人生、じゃあそれはパリピ。ただのパリピ。サッカーの会場にいるやつ。サポサポート。おい。サッカーとウーバーワードの会場にいるやつ。なんか始まる前にやるから。始まる前のウーワールドの男祭りのね会場、なんかスポーツ見に来たのかなと思います、あれ面白かったなマジで、東京ドーム最高だったなマジで。男祭りね、あ、ちょっと開きすぎかな、行ってくれ頼む、オッケー、入れ、よし入ったー、グイングン、これ進んでるよな、進んでるよね、ちょっとずつ進んでる、これ進んでますよね、進んでますよね、心配になってくるよね。まあ、目黒に、もうちょい際を攻めると、あの、はい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 、うん、ごいクイックイックイックイって、そうですよね、そこの調整がいるんやな、そうだから、ちょっと攻めないといけない、あの守りに行くよりかは。もうでもさ、これもうちょん押ししてもなんか微妙に狙ったところに止まってくれなくてさ、もうちょいこっちかな、こんくらい攻めないと多分いけないんですよ、だ多分ミスる可能性も結構あるし、グイン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 グリーン、グリーンサーガー、グリーン、ここでグリーングリーン。小林の兄貴、それまだ攻めてない、あ、攻めてないね、攻めてないですね、そう攻めてないな、もっとキワキワなんだよ、入ってはいるけどね、さあ、そういえば佐竹アニメ化するんだよ、もうしてるんじゃなかったっけ、あれもう始まってんのか、あ、まだか、鷹の爪でしょ、そう、声優がね杉田さんになるんで佐竹の。なんでよ、どうなん、変わっちゃうっていうね、変わったら意味ないじゃんね、そうなんで俺ちょっと思ってたね、俺もそれ、まあ、適任ではあるけども、なんか、ちょっとか、あ、やっぱ前出てるわ、いいよいいよ、あ、本当だ出てる、ああ、そよし、それ結構攻めていいんじゃない、攻めてるよね、いっけー、ドラグーン、あ、それ、ドラグーン攻めすぎた、ドラグーン、ちょっとスカ
むずいねこれ。ちょっとドラ君攻めすぎたな、うん、ちょっとね俺これ後ろのさ、うん、看板があるでしょ開き方にさ、うん、ね、で開くときに見ておいて、トルモとかの文字のところでどんぐらい開くかっていうのを確認しておくと、今ね見てました実は。そうミスらんから、もうこれで、そう見とけよ見とけよ、そこネットキャッチャー系はもう大体後ろでね判断するのがいいよね。見とけよ見とけよ。あーでも待って、上のあとアームで判断すればよかった開いたときにどこにいるかっていうのを見とけば、まあ、あ行き過ぎ行き過ぎ、ここお来たで、うーんこれはもうちょっと攻めていい、アームのーそこね、そここ、こっちやっちゃうと多分もう入んないんで、うん、アームオッケー、記憶した、いやそこ届かないんじゃないか、うん、くそこね、うん、ま次ですよ次ですよ次ですよ、うん、次ですよ次ですよですよ、うん、スタンガンさん誕生日おめでとうございます。いやお久しぶりです、お久しぶりです。絶対覚えてね俺のこと覚えてなきゃでも言わないんじゃない、でもいや覚えてないよ絶対だって俺と LINE 交換してくれなかったもんめちゃめちゃネギ持ってるやんネギ持ってる言い方やん、うん、いや、うん、あこれさっきより微妙に左なんだよね、うん、ちょんちょんちょんそこだ、うん、そこいける、これくいうん入った、まあ、真ん中だ、なんか攻めてないかな、まだ難しいな、うわ着実では着実ではある、コツコツと、うんうん、コツコツと進んでおりますよ、骨だけにねーよよし、ワンピースに頭毒されちゃってるね最近多分、うんまあ、最近ねちょっと一気見したからね、うん、っていうのがあってまあね、いいよヨホホホホってこもれな、おもろいあのさ、なんだっけ、なんか、なんかあのワンワンってキャラいたじゃん、ワンワン、あれね、あれね、うん、あれね、あれさ、そうそう、あれ声チョウさんなんだけどさ、うんうん、知らなかったんだけど、あれ中にいるのもチョウさんなんだね、あれ本人が入ってるの、あれ本人が入ってる知らなかったそれを知らんかったあ、これはちょっと左すぎる、中にいるのもチョウさん、あ、これ良いのでは、すごいと思う、ちょっとちょっとアームの位置だけ見よう、あそこね、オッケー、もう記憶焼き付けた、これで入らなかったら調整できる、あめっちゃいいと思う、それいい、あ入った、いい、素晴らしい、いいよいいよ、おおもう結構長いな、でも長いね、長いわ、これなんか一番大変そうだよ、なんかメンタル削られる系だな、でもこれ多分モクロウのめちゃデカぬいぐるみだから、あさ結構高いよな、結構高いんですよ普通に、あなるほどね、20センチくらいかな大きさ的には、うん、いやもっとあるんじゃないもしかしたらめちゃデカっつって、めちゃデカだよ、めちゃデカのモクロウなんてみんな欲しいでしょ、15センチとかで、ちっちゃい、もっともっと欲しい、ちっちゃい、もっと欲しい、めちゃデカでしょ、うん、15センチ全然デカくない、全然デカくない、スマホそれ、うん、スマホと大きさが変わっとらん、いやこれもねもう景気よくボーンと落ちてほしいものですよね、骨だけにニョホホホこれね行ってると楽しくなってくるからおすすめよ実は、しかもあの勢いでご利用するからな、あそう結構行ってると楽しくなるんでおすすめです、うん、そこいいと思うよ、ここここおいよいよ、よっしゃ、いい動け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 、ゴリ、うんまあ前には来てるが、でも出てるもんねその台が、そうだねちゃんと、うん、うん、なんだかんだいけそうだね、うん、あと6分、いやもうでもこんなに見てるともう目が疲れてきちゃいますよね本当に、まあ私目ないんですけどねよしすごい楽しい、うん、欲しいものブルック一家に一台、うん、うん、あなんかもう一発で目当てのところに、あちょっと、あでもいい、ちょっと待ってね、入んないかもしれないこれくん、よしおい、攻めたい攻めたいね、攻めたい、あいきすぎ、むずいやむずい、こっち調整が、あいけいけ、ここだ、ぐん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 、あいいじゃんいいじゃん、これ入ったよ、あでもなんか攻めきれてない気がするな、間操作むずいよな、攻めてる気はしてるのに攻められてない、なんかなんともう、なんでだろうな、でも前には来てるんだよな、来てるな、コツコツやるのはやっぱ大切ですからね、うん、コツコツ、あそういえばあれだったね、プリコネもうサービス終了、あ消しちゃった、サービス終了
知らない間に終わったかと思った。終わんない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 消しちゃった消しました消しました追いつかなくなっちゃった。そうですよね。あ、もう取れた次これ。あ、だいぶ前に来てる、うん、来てる来てる来てる。くそ、よし、オッケー、オッケー、ここの。いや、ちょっと恥すぎるな。いやなんかちょっと、いや、やめとかいいと思うよ。ちょっと離れてるからね。いけ、いけ、いけ、入れ。頑張れ、頑張れ。よし、よし、ガン攻め。攻めた、ガン攻め。そんな。ゴン攻め。もうゴン攻め来た、ゴン攻め。ゴン攻め。このゴン攻め熱いね、今の。あと3分で落としたいものだ。厳しそうですね。厳しい。くそ。いや、楽しんごのトークを削っておけば意外と時間かかることにびっくりしてしまって俺は。楽しんごのトークを削っておけば明らかに取れてたな。楽しんごの先にこれやった後楽しんごのトークだったからマジで。クソ、どうでもよかった。うん、楽しんごのトーク簡単にピュンピュンいっちゃうかなと思ってたからね。しょうがないね、うん、こればっかりは、うん、クソ、むずい、むずい。あー、行き過ぎ、行き過ぎ。ワンクリックしかしないんだけどね。いや、あー、なんかね、ワンクリックが重いよね。数十万の請求来ることもあるからね。そういうことじゃねえね。ああ、そういうことじゃない。それ詐欺じゃないんだから、これ。いい、いい、いいのか、書いてないのか。あ、箱に当たっちゃった感じ。クソ、間に合わせたいのに。焦りが、焦りがミスを生んでる。焦りがミスを生んでるよ。見えざるてー。これは見えざるてこないんか。配信見てねえのかな、これ。まだ3000ポイントも使ってないから多分来ないから。ああ、そういうこと。うん、多分4000くらい使わないと来ない。さっきもそうだったから、まあ、あと5回だね。だからね、なんだけどちょっとね、うん、いや、もうこんなにワンクリックしてるとね、もう手も疲れてきちまいますよね。もう腱鞘炎になっちゃいますよ、もう本当に。ま、手の肉ないんですけどよ。ゴリ押しの精神だね今日は。うん、どれで来る、どれで来るって。勢いだけですから、うん。あ、でもここいいな。いいよ、もうそこでいけると思うよ。ガンガン行こう。お昼時だからちょっと人が増えてきたかな。うん、行け行け。おー、動いた。あ、動いた。ここへ来て。動いたよ。お、結構、うん、行けるか。うん、結構いいぞ。さあ、ラストチャンスな感じするね、これ。これ、ちくしょう。楽しんご恨むぜ。楽しんごな。見せてあげたいよね、ポーン落ちるとこね、うん、ユーモル許しくんねえかな。5分だけちょうだいっつって、うん、確かにちょっともらっていいかもしれない、うん、ちょっとキリがノータイムでいいよって言いそう、あいつら、うん、ちょっと開きすぎか。あ、入った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 。グイ落ちたりしない。あー、でも絶対前来てる。2回くらいだな、絶対前来てる。うん、あと2回くらいだな。あ、12時、12時になってしまいました。ちくしょう、見えざるで。で、本当にあと2、3回なんだよな。そうね、うん、でも配信始まってないからな、まだ。あ、始まってます、始まってます。あれ始まってる、どこ、うん、あ、ほんまや、ラストチャンスだ。うん、いや、本当にね、この1回をいくか、うんうん、じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました、うん、ありがとうございました。この何とも言えない画面で、ちくしょう、いや、本当に撮れてたな。でもまあ、絶対これはもう撮れてそうなのでね、うん、はい、後ほどご報告。はい、これ1回だけじゃ見守って、これ見守って、これ入ったでしょ、入った入った入った。さあ、どうなる。さあ、いけ、いけ。あと1回だけ待ってくれ。オッケー、あと1回、あと1回、あと1回。くっそ、いやー、いやー、あと1回だよ、これ。あと1回だよ、これ、あと1回だよ、これ、あと1回だよ。ちょっと、いや、多分12時5分くらいまでな、大丈夫なはず。大丈夫だ。ちょ、コメントしてくる、あと1回くれって。5分までならいける。ちょっとコメントしてくる、俺が。ああ、ね、うん、あと5分までならいける。本当に12時5分までには絶対に俺、うん、あと1回くれ。あ、シルバーに言ったのかも、コメントね、うん、これか。じゃあ大丈夫、ここいけるか、いけるか。もうちょい、もうちょい攻めたい。あ、遠いかな。いや、行こう、よし、いいんじゃない。ちょっと確実を、うん、あ、いいね、いいね、入る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 。意外と、あと2回だな、多分、うん、意外と2回だな。これで大丈夫って？ちょっと分かんない、うん、コメントだけはしてきた。ちくしょう。俺でもゆっくりやっていって。ほんと？もういいやつかよ、俺。いいやつやん。楽しくこの話してるの知らないから。
俺楽しみの話で、楽しみの話で1時間を潰したことしてないから多分優しくいいんだろうね。トルモは1時間しかやってませんからね。だって1時間やってないから。1時間やってない。いやこれさすがに取れないで終わるはちょっと悲しいよな。あ、もうちょいなんだよな。もう行くでしょ、ね、いいよそこで攻めなくていいと思うよ。普通にもう行けるか、素直に堅実に行った方がいい。あ、入った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 、あ、入ってね、あ、はっ、箱押した、あー、くそー、なんでだよ。でも今押して結構、あ、アシスト来た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 、アシスト来た、おお、そこまで行く、すごい、そんな行く、押してんじゃねこれ、押していい押していい押していい、押していいね、押していいんじゃないか。わ、この人めちゃくちゃギリ攻めてくれてる。いけ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 、押すぞ、押せ押せ、はい、できた、解除、押せ押せ、ちょっとね、押すぞこれ、押せ、押せ、あ、ちょっと行き過ぎかな、あそこでも全然大丈夫です。さあみんな行こう、最後開示コールでね、あれ、あ、なんで行き過ぎちゃう、ワンクリック、あ、ここだ、さあ押せ、いけ、いけ、そんな、そこでいいのか、オッケーオッケー、どこだ、大丈夫大丈夫大丈夫、行け行け、押せ押せ、みんな見届けてくれ、押せ、おめでとう、大丈夫、3分オーバーなら全然全然、あ、よかったよかった、森田さんありがとうございました、ありがとうございます、やったやったということでね、シルバーの叫びスタンガー3人ともね全員取れたということで、いやー、ありがとうございます、ちょっと過ぎてしまって申し訳ない、こちらにちょっと過ぎてしまいました、こちらに移動お願いいたします、はい、今ねちょっと固定コメントの方にね、あのゆとりさんの枠の URL 貼ってありますので、そちらから飛んで次のねゆうもろの配信を見に行ってください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またねー、バイチャン、羽田国際空港やちんちん